はい、どうも、皆さんどうも、宮です。じゃあ今回もというか今回からね、この宮とかラジオをね、毎月月末にやっていけたらなと思っています。本当はね、今年の1月から月1企画にしようかなと思ってたんですが、年始にね、風邪をひいたりなんだりがあって2月になってしまいました。ほぼやる気の問題だけどね。なので、1月の振り返りとかはね、今回やるとして、年間で12本出せればいいかなとなんとなく思ったんで、1月の分はね、どっかでスペシャルみたいな形でね、またやれればいいかなと思います。で、前回はね、初めてのラジオっていうこともあって、ありがたいことにね、たくさんね、お便りをいただいて、それをね、読むっていう形で進めていったんですが、今回はね、自分のフリートークというか、フリートークっていうほどでもないんだけど、喋りたいことをね、喋りつつ、あと、いただいたね、マシュマロにも答えつつっていう感じでやっていきたいと思います。今回ね、俺の方から喋りたいことはね、みんなね、YouTube チャンネルって、こう、記念日みたいな、開設記念日とかがあってさ、お祝い配信みたいな、やってると思うんだけど、うちのチャンネルって、チャンネル開設日というか、記念日どうしたらいいんだろうなと思って、っていうのも、前回のラジオでね、少し喋ったんだけど、チャンネル開設したのはですね、3年、いや、4年いや、もう5年前とかか。そこすらあやふやなんだけど、それくらい前なんだよね。ちょっと見てみようか。チャンネル開設日。そうだよね。2019年8月11日。もうこの第二形態というか、ね、宮とかで開始したのが、概要欄に書いてある。チャンネルの概要欄のところに書いてあると、チャンネルの読み2月9日動画投稿開始ってなってる。それで言ったらもう過ぎてんじゃん。だから、この宮とか体制になってからはもう1年経ったっていうことだよね。一応、その最初に投稿したのがね、確か、アクアティコっていう街づくりゲームなんだけど、これも、あまりにもクオリティが低すぎてちょっと恥ずかしくなって非公開にしてたんだけど、パート1だけね、ちょっと記念になる初投稿っていうことなんでね、一応復活させました。だからチャンネルの記念日どうしようかなって思ったんだけど、やっぱこの宮とか体制になってね、2023年2月9日に動画投稿最初にしたっていうことなんで、ここが記念日でいいんじゃないでしょうか。というわけで、今後1周年、2周年。1周年はもう過ぎちゃったんで、2周年とかはね、2月9日にしたいと思います。もうこれ書いといた方がいいよね、このチャンネルの概要欄どっかに。そうしよう。だからね、解説日見るとちょっと古株っぽいんだよね。もうこの人5年もやってんじゃんと思われるんだけど、まともにやってるのはね、まだ1年ぐらいなんで、許していただきたい。じゃあ、あとはね、このラジオ月末にやるっていうのが、その月のね、活動とか、動画についてこう振り返っていきたいなというのもあったので、あとはね、動画の進捗状況とかもね、このラジオでお伝えできればいいかなと思ったので。で、まず1月からかな、今年の初め。本当はね、1月1日に動画出したかったんだけど、やっぱ年末年始はね、親戚で集まったりなんだりあって、結局忙しかったっていうのもあって出せなくて、そしたらね、多分集まりのどっかでもらってきたんだろうけど、大風邪をひいて、大したことないと思ってたんだけど、本当にね、2週間ぐらい本当咳が止まらなくて、ちょっととても実況できる状況じゃなかったんで、結局ね、一発目が1月15日。これもね、かなり咳を抑えながらだったんだよね。で、年始一発目はね、笑える明るいゲームがいいなと思って、いろんなゲームをこう、何にしようかなって選んだ結果、この群衆シミュレーターになりました。結構年末のね、どっかのタイミングで、TikTok かなんかで見かけて、これ面白いなと思って、チョイスしました。他にはね、何だったかな。アニマルファイトみたいな、可愛い犬とか猫がボコボコ戦うみたいなのもあって、それも考えたんだけど、結局ね、こっちになりました。そっちのアニマルファイト、タイトルが合ってるかどうかもわかんないけど、それもね、いつかやりたいなと思ってます。で、年始、今年2本目が、ニューサイクルっていうゲーム。これはね、触れないわけにはいかないというか、初めて案件なのかな、案件って言っていいのか分かんないけど、ゲームをね、先行プレイしてくれないみたいなゲームコードをね、いただいてやらせていただきました。このゲームもね、結局シャープ2で終わっちゃってるんだけど、これは続きちゃんとやる予定なので。ただ本当にね、もうちょっと、1月ね、全然活動できなかったせいで、
まあ、マリオ RPG も止まってるし、ちょっといろんなね、シリーズものが止まっちゃってるんで、なんとかここから盛り返していきたい。だからね、もう1月はその2種類だけで終わっちゃってんのかな。パルワールドはもう2月だもんね。で、そう、2月に入って、まあ、新しいシリーズ、パルワールドが始まって、まあ、これは本当に面白いね。まあ、こんだけ流行ってるし、本当やるかどうか悩みつつ、結局ね、スタートが遅れちゃったんだけど、まあ、やったらクソ面白いね。パルは可愛いし、本当いろんなゲームのいいとこ取りっていうかね。ただ、これも、なんか、どこで終わりかっていうのがね、難しいから、どこまでやるかっていう話なんだけど、まあ、自分が楽しめてる限りは続けたいと思いますね。ただ3月にオメガクラフターが出るんで、まあ、そこで、そこまでに切りよく終わっときたいよね。多分、オメガクラフターと併用というかね、並行してシリーズ続けるのは難しそうだから。で、まあ、あと2月といえばね、ポピープレイタイムチャプター3。まあ、ついに、どんくらいかかったんだろうね。まあ、俺がプレイしてからは1年経ってないと思うんだけど、実際発売してからで言うとかなり期間が経ってるんじゃないでしょうか。ただね、本当に動画はまあ前後編で2時間になってるんだけど、まあ、バグったり、いやでも結局バグではなかったのかな。そもそもめちゃくちゃなんか難しいし難解だしでボリュームもあるしっていうのでね、本当に疲れ切ってた。動画内でも結構ね文句垂れてたと思うんだけど、正直かなり文句をカットしてる。めちゃくちゃクソみそに言ってたから、いやでもこれ良くないなと思ってカットしたりねしてたんだけど、まあ、本当に疲れてたね。まあもちろん面白いんだけどやっぱホラーで勝つ難しいってなるとね、めちゃくちゃ精神が削られるんだよね。で最後もあれでしょ、まあ、見てくれた人は分かると思うんだけど、最後がねもうめちゃくちゃ難しいんだよ。あの、なんだろう、怖いやつらが迫ってくる中で何かをしなきゃいけない、しかもなんかしたらクリアじゃなくて、制限時間内耐えろ系ほんと苦手なんだよね。だって何をしてもさ、その時間いっぱいは終わらないわけじゃん。それがね、苦しいんだよね、ほんと。そういうのも含めてほんとしんどかったね。面白いよりしんどいが勝ってたかもしれない。だって考えると、チャプター2とかもめっちゃ難しいのあったからね。まあ、ポピープレイタイムはそういうゲームなんだね。ホラーかつ難しいっていう、そういうゲームなんだよ。だからね、チャプター4が出るときはそういうつもりでこう元気もりもりの時にやらないとダメだね。っていう教訓を得ました。そしてね、まあ2月といえば、さらにまあ個人的にかなり気に入ってるゲーム、キテレツ相談ダイヤルに出会うことができて、まあまだ完結してないんだけど、どうだろう、このラジオが出る頃にはもしかしたらまあちゃんと完結してるのかもしれないけど、やっぱまあ個人的に都市伝説も結構好きで、まあ好きでって言っちゃうとね、詳しいみたいになっちゃうかもしれないけど、まあそういう都市伝説系のね、動画を見たりすることも結構あるので、まあ、キサラギ駅とか、八尺様とかね、そういう自分が知ってる都市伝説とか怪異が出てきて、すごい面白かったなと思います。なんか独特だよね。なんかでもこういうのってさ、こう結構入り込んじゃうから、ふと気づいた時にこう、なんか、振り返るのが怖くなるんだよ。入り込みすぎちゃって、うわ、なんか俺も今何かに巻き込まれてないかなみたいな。寝るのが怖くなる系だよね、こういうのは。かえって普通のホラーゲームよりもなんかそういうゾワゾワする感じはあったかもしれない。めっちゃ怖いっていうのはないけどね。まあ2月1月やった動画の振り返りに関してはこんなもんかな。じゃあちょっとこの辺りで、まあ、マシュマロでね、質問いただいたのにちょっと返信していこうかなと思います。あ、でもさ、その前に気になったんだけどさ、なんか今回めちゃくちゃマシュマロがいっぱい飛んできて、んって思ったんだけど、なんかね、内容が怪しいのよ。怪しいというか、怪しすぎて調べたら、なんかね、これ何なんだろう、ボットなのかスパムなのかわかんないけど、明らかに人が書いたやつじゃないんだよね。なんか怪しくて、その質問文を丸々コピペして検索したら、なんかいろんな人に同じ質問が飛んでたから、これ何なんだろうね。なんか調べたら、マシュマロにはそういう運営の質問みたいな、ボットみたいなのはないらしいんだけど、ただなんか調べてったら、スパムとして報告するみたいなボタンがあったから、これスパムなのかな。怪しいんでね、それっぽい質問はちょっと飛ばさせていただいても、これが人間だったら申し訳ないんだけど、多分違うでしょう。全然ね、俺に関係ない質問がね、来てるっていうのがあったんで、まあ、それは飛ばして、まあ、ちゃんとね、人間から
人間から飛んできてるやつを読ませていただきます。じゃあまず1通目読ませていただきます。みやさんこんにちは。いつも素晴らしい実況をありがとうございます。いえいえこちらこそありがとうございます。年始からお風邪を召されて大変でしたね。もう今はすっかりお元気のようで何よりです。いや本当にねご心配をおかけしました。今はね全く特に何もなく元気なので大丈夫です。質問させていただきます。2024年に発売されるゲームでみやさんが気になっている作品がありましたら教えてください。すでに実況予定していてネタバレ禁止でしたら聞きたい欲をこらえて楽しみに待っています。お無理のない範囲で。これね全然、まあむしろちょうどねこの後、まあ、今後実況する予定のゲームをね公開しようかなと思ってたんですけど、まあ、2024年に発売されるっていうところでいくと、まあ、やっぱりリトルナイトメア3、これはね持つにも来年出たらやるぞとこれは2人でやるぞと予約をね取り付けているので、まあ、発売したらすぐやれるんじゃないかなと思います。まあ、あとはね、まあ、さっきも触れましたけどオメガクラフター、これも今年のね3月、まあだからもうすぐだよね、来月に発売するんで、まあ、これがやりたいかなと。まあ、今年2024年発売で言うとそれくらいか。まあ多分あといろいろあるんだろうけどパッては浮かばないんだよ。何発売するかな今年って。ちょっと調べてみっか。今調べたらペーパーマリオ RPG、 これもまあ何月か分かんないけど2024年発売予定ってなってるんで、これはやりたいかも子供時代ねゲームキューブでやってすごい思い入れのあるゲームなんでね。でもマリオストーリーはリメイクされないんだね。まあリメイクっていうか割とそのままなのかな。まあこれはぜひやりたいんだけどまずマリオ RPG をクリアしてないからね、まずこれをきっちり終わらせてこれを迎えたいところ。まああとは2024年発売っていうわけじゃないんだけど、まあちょっといつになるかわかんないんだけど実況したいなっていう思ってるゲームがちょっと2つぐらいあって、ちょっとそれもね紹介させてもらおうかな。ちょっとゲームタイトルをね覚えてないんだけど1個はねバックトゥーザトーンブレイクザアニマルプリズン。まあツイッターで X でねちょっと触れたことがあるんだけど、もうねタイトル画面にキツネがいるんだよまあキツネが主人公かどうかわかんないんだけど、お操作してまあなんかズートピアみたいなね、なんか動物人間みたいな人たちが生活してる世界の囚人になって、まあその動物の監獄から抜け出すっていうゲームらしいんだけど、なんかね、めっちゃ面白そうなんだよね。まあやっぱキツネが主人公のゲームいずれはやりたいと思ってた中でこれがあったんで、で結構ね、評判も良さそうなんで、これやってみたいなと思ってます。まあ結構ね、どれかのシリーズが終わったらやりたいゲーム候補一番ぐらいなんだよ。だから続々ね新作が出る前にちょっとでやりたいんだよねこれを。っていうのと、もう一個がこれもね X で、まあ要はこのアニマルプリズンとどっちをやろうかなみたいな感じで言ったんだけど、アンダイイングって、これもまあ去年の年末ぐらいに出たゲームなんだけど、まあゾンビに噛まれてしまったお母さんとその息子の2人が主人公なのかなのゲームで、まあ、これもあんまり調べてはないんだけど、まあ、ネタバレが嫌だから調べてないんだけど、まあ、お母さんはもうゾンビに噛まれてしまってゾンビになってしまうことはもう確定してると。だから自分が死ぬまでの間に息子にいろんなことを教えて、まあ、ゲーム的に言えば息子にいろんなスキルとかを覚えさせて、まあ、自分が死ぬまでに一人前に育て上げるみたいなゲームなんだけど、もうこれ聞いただけで面白くない面白いっていうか切ないじゃんもう設定が。でこの母と息子っていう設定がね、まあ、以前の前回のラジオでも触れたんだけど、すごいヘルプレスに似てるなと思って、なんかゲームのタッチもねそれっぽいんだよね、まあ、メーカーは多分違うと思うんだけど、そうだよね関係ないよね。まあこれもねすごい気になってます。これも結構ね評判いいんだよね。なんでこのアンダイイングとブレイクザアニマルプリズン、この2つはねいずれやりたいと思います。ただもうある意味もはや新作ではないからいつでもいいかなと思ってるんで、やるタイトルに困ったらやりたいと思います。まあ、あとはね以前おすすめ皆さんにねこれやってほしいって言っていただいてるゲームもあるんで、それもやりたいんだけど、まあとにかくねやりたいゲームが多いんだけど、とにかく編集が追いつかないんだよね。だから前にも言ったけど、ある程度何かをね配信でやるとかにして、もっと配信のそうだよな、配信のペースを上げられたらいいなと思ってます。もうとにかくいろんなゲーム消費したいね。もう他にもね買って実況しようと思ってんだけど、積んでるゲームがたくさんあって、まあ、ちょっとここでこの話になってからも言っちゃうか。
まあ、それこそ8番出口ライクなゲームの偽夢も、まあ、大体取ってんだけど怖くて投げてるし怖くてやってらんねえって言って積んでるし、あとこれも同じ8番出口ライクゲームの2番線これも、まあ、どっちもねクリアはしてんだけど残りのなんかなんだろう怪異を集められてないのと、あとはなんだろう、スーパーリミナルっていう、まあ、単発になるであろうゲームとかも積んでるし、だほんと積みゲーが多い。こういうのをどんどんちゃんと消化してね、新シリーズ始めないといけないっていうところですかね。で、まだお便り読み終わってないんだよな、これが。一通一通めっちゃ読んじゃな。じゃあ質問、マシュマロのね、続き。あと、ちょこっと違う路線なのですが、好きな食べ物とか、みやさんのことについてお話ししていただけたらなぁなんて思ってます。前回のラジオでツーリングがご趣味だとか、新たなみやさんの一面を知ることができたなぁと感じれたので。そうだよね。まあ、これも、俺自身思ってて、まあ、あんまり、ま、実況者なんでね、ゲームやってる時ってゲームの話しかしないから、なかなかね、自分自身のことをこう話す、まあ、単純に話す機会がないんだけど、まあ、あとはね、自分自身の方針というかね、絶対身内に特定されたくはないなというところがあって、まあ、僕はね、平穏に暮らしたいと思ってるんで、本当、もちろんね、現状で例えば顔とか名前出しても別にバレはしないんだけど、まあ、ネットっていうのはね、何があるかわからないから、まあ、急にバズって有名になるかもしれないし、そうなった時に一回でも顔出してたら終わりだからっていうのがあって、その辺のね、リスク管理はちゃんとしたいなと思って、まあ、あんまり出さないようにしてる部分もあるんだけど、実際本当何があるか分かんないからね。うちのチャンネルですらさ、まだ2700人とかなのに、例えばパイナップルオンピザの動画はね、10万再生されてたり、ショートだったらね、50万再生されてる動画があったり、本当いつ何が起こるか分かんないから、まあ管理はね、しっかりしておきたいっていうところで、まあ本名とか顔とかね、あと一応年齢、誕生日、この辺は結構かなり特定する要素になると思ってるんで、まあ一応非公開でやってるんだけど、まあ年齢とかはね、正直話の内容である程度推察できると思うんだけど、おそらく今後、もしくは、このラジオが出る頃にはもっと動画出てるかもしれないんだけど、迷宮校舎の最初の方の下りでね、持つと、親友テレカっていう下りがあったんだけど、あれとかも、抜群に年齢特定できるもんね。なのでまあざっくりバレるのは問題ないんだけど、こっちの方でね答え合わせはしないっていう感じです。でまあかなりちょっとね話が脱線しちゃったんだけど、まあ、それで言うと好きな食べ物はね別に言ったところで特定されようがないんで、でも本当にね俺舌が子供なんで、単純なねカレーとかハンバーグとかコロッケとかそういうね子供が好きそうなものが大体好きなのと、あと甘いものがめっちゃ好きだね。もうアイスとか毎日食ってるし全然パフェだけ食べに行くとかしたいしみたいな。逆になんだろうな、苦手なものとかはまああるはあるんだけど、大人になりましたんでね食べれないとかはないかもしれないね。なんだろうね、一番好きな食べ物とかって言われると意外とわからないかもしれないな。まあでもそういう感じです。そういう感じですっていうか、別に食べ物のことだけ聞きたいわけじゃないもんね。まあ少し基本情報を喋っておくと、家族構成で言うと、まあ父、母、姉、俺っていう、まあ姉が年の近いね、姉が一人いて、その弟なんですが、まあ姉はね、まあ結構年は近いんですけど、まあ性格が本当に真逆というかね、ゲーム好きで引きこもってた俺と、もう外でサッカーとかやってる姉みたいな感じでね。まあ散々ね、学校の先生とかには、お前らは絶対男女逆の方が良かったんじゃねえかって言われるようなね、兄弟でしたね。まあ今後も自分の話もこうやってね、ラジオでできたらいいなと思っております。で、気になることはね、全然聞いていただければなと思います。じゃあ、あとお便り最後まで読ませていただくと、お体に気をつけてお過ごしください。これからも応援しております。オメガクラフターの発売まであと一月ですね。こちらも楽しみに待っています。いや、ほんとだね。オメガクラフター早くやりたいね。やりたいっていうか、実はね、体験版が出てたりしたんだけど、まあでもあとはもう発売まで待つかなとか、まあ実況のね、この他のシリーズが続いてるとかっていうのもあったんで、まあ3月はね、楽しみに待ちたいと思います。じゃあ続いてのね、マシュマロ読ませていただきます。みやさん、いつも面白い動画をありがとうございます。早速ですが、質問させてください。みやさんは2次元と3次元で好きになるタイプが変わったりしますか？
自分は子供の頃から漫画でもゲームでもパッと見清楚だけど内面は芯の通った精神的に強い女性キャラに惹かれがちです。でもそれは二次元の中だけで、現実世界ではちょっとふわふわした天然の子に惹かれがちです。みやさんには何かそういう二次元と三次元の違いとかあったりするのでしょうか。ほうなんか面白い質問だね。どうなんだろうな、二次元と三次元で好きになるタイプが変わる、まああんまり変わらないような気がするけどね。もちろんなんかなんだろうな、二次元に出てくるような子が単純にそもそも現実に存在するのかっていう話もあるけど、特には変わらないかな。あんまり三次元の自分の好みがよくわからないっていうのもあるんだけど、まあ今まで二次元で好きになったキャラがどういうのかな、まあ、あんまりね、まあ、二次元三次元に問わずあんまりこうアイドルとかを熱狂的に好きになったことがないんだよね。まあ、もちろんテレビとか見てて、ね、あこの人綺麗だなって思うことは当然あるんだけど、いわゆる推し活とかってなるほど熱中するしたことがなくて、まあもともとあんまりねドラマとか見ないっていうのもあるんだけど、まあ3次元の方で強いて誰が好きかって言われると白石麻衣さんとかはねめっちゃ綺麗だなってずっと思ってるんで、多分好きってことなんだろうけど、じゃあだからって例えばねマイアンが結婚とかって言われても別に全然がっかりしないというか、ああおめでとうっていう感じだから、なんかもうすっごい推してる人って結婚とかするとわーってアビ共感になるじゃんあの感覚はちょっと理解できないというか、まあ理解できないって悪い意味じゃなくてね、自分がそうならないからっていう話なんだけど、まあいわゆるガチ恋みたいなのをそういう偶像にすることはないかもしれない。なんか本当に好きなんだよねそういう人って、逆に嫉妬するわけだからね。二次元だと誰だろうな。あでも分かりやすいとこで五等分の花嫁ってみんな見たことあるかな。まあ本当に5人のヒロインが、まあ、5つ子のねヒロインが出てくるんだけど、あの中で言うとミクが好きかな。ミクかイチかまあ長女か三女ってことなんだけど、まあ見たことない人はねぜひ見てみて、自分は何女派かっていうのをね、誰派かっていうのをぜひコメントで教えてほしいんだけど、うん、これ分かりやすいよ。五等分の花嫁ね、誰が好きかっていうのが分かりやすいかもしれない。二次元だったらミク。あ、そう、二次元だったらでもすっごい無口で、あんま喋んないけど、めっちゃ俺のこと好きみたいな。そういう子が好きかもしれない。けど、三次元にそういう子、だから現実でそういう子だったらちょっと辛いかもしれない。だってあんまり喋んないもんね。間が持たないとか思うかもしれないな。付き合ってからならいいけど、付き合う前のデートとかであんまり喋ってくれなかったら、ちょっと辛いかもしれない。頑張ってめちゃくちゃ喋るけど空回りしちゃいそうだもん。っていう意味では、まあ確かに二次元と三次元では変わるかもしれないね。なんかやっぱ二次元の方がさ、二次元だから許されるっていうのがいろいろあると思うから、例えばさ二次元でさわわわわやっちゃったとかってすげえ声だったなとかって言うキャラは声優さんとかの力もあって可愛かったりするけど、それを現実でやられたらちょっときついもんね。だから最初と結論変わるけど、そういう意味では二次元と三次元で好きになるタイプは違うかもしれないね。いや、おもろ、これ。みんなもどうかちょっとぜひコメントで教えてください。さあ、そしてもう一個質問いただいてますね。さらにもう一個質問じゃないんですが、宮城の方言とか聞いたことがないので、宮城県の方言が聞いてみたいです。宮城弁クイズとかお願いします。なるほど。これね、なんか、まあ、ちょくちょく多分、まあ、特に持つと実況してる時にちょいちょい出てるような気がしないでもないんですが、どうなんだろうね、みんな聞いてて俺の喋りってこうあれイントネーション変じゃないとかってあるのかな。やっぱ自覚はないんだよね自覚はないのよ。だって東京の人とか喋ってるの見ても別に俺もこう喋ってるとかって何の違和感もなく聞けるから同じじゃねって思うんだけど、ただまあ自覚あるというか知ってる範囲で言うと宮城ってなんだろうな、いやいいか、じゃあクイズで出そう。まあ、これうちの動画内でもまあまあ出ててなんとなく説明出してるような気がするんだけど、だからっていう単語あるじゃないですか。だからまあこれ普通は何々だからとかなんていうのか理由の説明とかに使われるわけじゃないですか。
まあ、つまりだから単体で使うことはないというか、まあ、仮にだから単体で使うとだからってなんかちょっと責めてるようなね口調になるじゃないですか。でもね、まあ、仙台では違うんですよね。なんかそして宮城の方言っていろいろあって、多分俺が使ってるのは仙台弁になるんだよね。でだからもおそらく仙台弁なんだけど、というわけで、はい、仙台弁クイズ。仙台人が使うだから、はい、どういう意味でしょうか。シンキングタイムスタートこれいるかはい、というわけでね、正解はこれ、まあ、現代で言うともうそれなが一番近いです。俺らが会話の中でだから、まあそう、うんっていうのがね頭に大概つくんだけど、だからって言った場合、これはもうそれなとほぼ同義です。まあつまり同意の意味なんだよね。まあ例えば、いや本当あの上司クソだよな、だからよって言ったら本当によみたいな、それなみたいな、まあそうだよなっていう意味で使います。だからはねめちゃくちゃ使うか、逆にそれなって使わないもん、だからですんから。だからそれなに値する非常に使い勝手のいい単語が仙台にはね花から存在しています。なんかね、でも確かね、仙台弁ってなんか知らないけど北海道の人には通じるんだよね。他にもいろいろあるんだけど、まあ、せっかくだからね毎回一個ずつ出そうかなと思いますまあでもね、多分俺の動画見てたらなんとなく分かってくるはず。意外とね仙台弁って便利な単語が多くて、これがね通じないと、なんか他に何で代替していいんだろうとかってね思うことはあります。まあ、あと方言ではないんだけど、訛りで言うと、さっきも言ったけど、頭にんがつく。なんか同意の時にんだんだとか、んだからとか、なんかね、んがつくんだよね。のと、あと濁点が増える。だからもう、めっちゃ訛ってる人だと、んだからよーみたいな、すっごいね、濁点がつく。なんか、海の方の、浜の方の人たちは、もうほんと濁点つきまくってて、マジで何言ってるかわかんない。石の巻とかっていうね、そのすっごい漁業が盛んな町があるんだけど、そことか行くと本当に何言ってるかわからない。まあ仙台弁と多分ね、石巻の方言はまた違うんだよね。もちろん同じとこもあるんだけど。そう、だからね、せっかくまあ出身に関しては明かしてるんで、こういう地元の情報もいろいろ今後もね、出していけたらなと思います。なので、すごいいい質問ありがとうございます。そして、仙台弁のコーナー採用させていただきます。これをレギュラー化しよう。ただね、多分1年も持たないと思う俺が知ってる方言3つか4つぐらいしかないし勉強しなきゃいけないね。さあ、そして最後の質問。あと、ミヤさんがサッカーがお好きだということなので、サッカーの質問なんですが、日本の選手以外で好きなサッカー選手はいますか？俺はアリエン・ロッペン選手が歴代で一番好きな選手でした。あんまりいっぱい質問すると前回と同じになってしまいそうなので、今回はこの辺にしておきます。よろしくお願いします前回もね、いっぱい質問をくれた方なんでしょうで、そう、サッカーもね、まあ俺の三大趣味を挙げると、ゲーム、ディズニー、サッカーのうちの三大のうちの一つがねサッカーなんだけど、まあ主にね俺はサッカー日本代表のファンなんだよね。なんだけど、まあ日本代表以外ももちろん好き。ワールドカップとかね、全然日本代表以外のもめちゃくちゃ見てたし。で、まあ日本代表って今海外でサッカーやってる選手が多いから、その絡みでね、海外サッカーも見るんで、まあサッカー日本代表、そして海外サッカーのにわかって感じ。なんだけど、日本人以外か、日本人選手以外だとね、いやでもロッペンいいよね。ロッペンがいた時代のオランダ代表めっちゃ好きだったもん。ロッペンがいた時代のオランダ代表とバイエルンがめちゃくちゃ好きだった。ロベリー時代ね。まあでも、もうあんまり、どうなんだろうな、最近いやでも現役だからいいか。まあ一個ねパッて浮かんだのはノイアーなんだけど、まあわかんない人にも教えると、まあ現時点でどうかはわかんないけど、まあ少なくとも長い間ね、世界最強のキーパーとして君臨したドイツ代表のキーパーなんだけど、まあそれこそね、この間のワールドカップで日本がね、対戦したキーパーなんだけど、まあ単純に実力がね、もう世界屈指だっていうところもそうなんだけど、
一番好きなねエピソードがあって、ノイヤーって選手がねシャルケっていうドイツのチームに行った時に、あの今スポーツキャスターをやってるイケメンの元サッカー日本代表の内田篤人選手っていう選手と、まあ同僚だった時代があるんだけど、ちょうどその頃がね2011年とかで、要は震災があった年なんだけど、の時にね、まあ内田選手が、まあ、自分のあのアンダーシャツ中の白い T シャツにその被災した人に向けてのメッセージをね、まあ見せたいというので着てて、でもまあ、ノイヤーに対して、まあ、これは勝ったら見せる、でも負けたら見せないって内田選手は言ったんだよね。でそれをまあ知ったノイヤー選手が何て言ったかっていうと、じゃあ俺が勝たせてやると、勝たせてやるから絶対見せろって言うんだよキーパーがこれ言うってかっこよすぎない？だからもう絶対点やらせないから、だから絶対見せろと。もうこの時点でめちゃくちゃかっこいいんだけど、まあ、まず実際勝つのよその試合で、まあ実際勝って、まあ勝った後とかってね、そのスタンドに来たファンのところに行って、まあ挨拶とかね、するんだけど、まあその、まあ、みんな他の選手がね、前でこう、わーってやってる中、なかなか内田選手はね、前に行けなかったんだよね。まあもともとそんなね、前に出る方じゃないっていうのもあって、まあもじもじしてたら、ノイヤーが手伝ってくれて、ほら、前行ってみせろよ、みたいな、肩を組んでね、あの前に出してくれて、でやっと内田選手はねそのサポーターに向けてそのメッセージを見せることができてっていう熱いシーンがあって、でその後まあ内田選手がねそのことについて語ってたりするんだけど、それを見た時にもう、まあ、なんていい選手なんだと。しかもやっぱ実力が伴っててね、俺が勝たせてやるって言って実際に勝つっていうあたりがね、いやめちゃくちゃ熱いなと思って、それ以来ね、まあ、元々ノイヤー好きではあったんだけど、なおさら好きになりました。まあ、未だにね37歳でドイツ代表でやってるようなすごい選手なんで、ファンも多いんですが、まあそういう内面も含めてね、俺はノイアーが大好きかもしれないまあいつかねサッカーの話ももっとがっつりできたらいいというか、代表の試合をさ、まあ映像を使うことはできないけど同時視聴とかできたらいいよねあとはウイーレとかもね、ウイーレじゃないか、今 e フットボールっていうのかとかも実況できたらいいなとかは思っております。いつかサッカーの仕事来ねえかなそのためにはもっと前面に出していかなきゃいけないね。はい、というわけでね、いただいたお便り読ませていただきました。まあ、今後もねお便り随時募集中です。まあ、毎月このラジオやってくんで、お便りがあればねお便り読ませていただくしっていう感じなんで、でまあお便りの出し方なんだけど、この動画のコメント欄でもいいし X でもいいし、あと概要欄にあるねマシュマロでも何でも大丈夫です。まあコメント欄とかね X だと、まあお名前がわかるんで誰から来たっていうのがわかるし、マシュマロならね逆に完全に匿名なんで、まあ、気軽に送れるかなと。まあ、皆さんお好きな方で送っていただければなと思います。でまああとはね、現状の今の動画の編集等々の進捗状況をお伝えしたいんですが、まずマリオ RPG、 これかなり期間空いてるんですが、あのこれは失踪しないようにあのやるつもりなんで、あの近々出ると思います。であとはまあパルワールドとかはね継続してやっていきます。あと違う冬の僕ら、これも編集今ねどんくらいだろう、 50% ぐらいかなおそらくストーリーの少なくとも最終話になるやつが 50% ぐらい終わってるんで、まあ、3月中には出せるかなと3月中には出せるよな、そうや。まあ、あとはニューサイクル、これもまあキリいいとこまではなんとかやりたいなと思ってるんですが、まあ、ちょっとねがっつり編集するタイプの動画なんで、パルワールドとなかなか並走が難しいそうこうしてるうちにオメガクラフターも始まっちゃいそうだしな。まあなんとかあと 1,2 本出してなんかキリいいとこまで進めたいよねっていう感じです。あとはブランブルブランブルは完全に失踪濃厚なんですが、まあ、マリオ RPG が終わればなんとかなるかなっていう感じです。でこれも変なとこで終わっ止まってるから終わらせたいよね。であとまあ来月の予定で言うと、まあおそらくパルワールドが一旦キリいとこまで行ってオメガクラフター中心になるのかなという感じです。その合間合間にねいろいろ単発のゲームが出ればそれもやっていきたいなと思ってますという感じですかねというわけで、まあおそらく今後定例になっていく通常回の宮とかラジオ、今回はねこの辺で終わりたいと思います。
本当に最近めちゃくちゃ寒くて、まあ宮城で言うとね、めっちゃ雪が降ったと思えばめちゃくちゃ暖かかったりってね、かなり寒暖差が激しいのでまあ風邪をひいた俺が言えることではないですかね。皆さんも体調に気をつけてお過ごしください。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。